様の成長を見せてみろ。までやれるようになるとは。お前の負けだ、ラオ。ふざくな。この程度の傷を負わせたぐらいでこの剣王に勝ったつもりか。まだ勝負はついてはおらぬ。まだこれほどの闘気を。まだまだ待ってごときに遅れを取るつもりはないわ。ほう、こ
それほどの圧倒的な闘気の違いを前にしてまだ構えるか。そこまでしてユリアを奪われたくないようだな。貴様もなんとの究極奥義を手に入れたくなったか、ケンシロウよ。そんな奥義など俺にはどうでもいい。俺にはユリアが必要、それだけだ。何？貴様は力を望まぬと？ああ。ウヌを伝承者に選んだ我らが師龍拳の意図がようやく見えたわ。北斗神拳は愛そして悲しみを背負う者こそが最強に近づける。師龍拳は死ぬ間際にそう言っておった。ウヌこそが我ら兄弟の中で最強の北斗に近づける男。龍拳はそう考えたのだろう。だが俺が求めるのは北斗をも超える最強、それこそ絶対であり覇者たるものの剣、ケンシロウ。しばしウヌとの勝負を預ける。何？ユリアを救いたければ救うがいい。それは何との究極奥義を求める俺にとっても好都合。ならばこの剣を最強の北斗と何との究極両方とも飲み込んでくれる。最強の北斗を倒すのはこのラオウ、ケンシロウ。覚えておくがいい。